下五の上超の超の来た太田が来た太田頑張ってね太田翔さんがジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。立岡が一人で5月13日金曜日の台東のヤクルト戦はジャイアンツの監督コーチ選手が自体ユニフォームを着用してインビジブル東京を開催します。立岡でしょ、ご覧いただいた方全員にレプリカ自体ユニフォームを着用します。あれ亀井かな、まずはジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。鈴木立岡センターだからオレンジと黒の T シャツをプレゼントし真ん中スタンドにジャイアンツカラーのアートを表現するアランジュメンをちゃんと差し上げ開催します。今シーズンは昨日もね坂本さん出てなかったんだよね。もしかしたら黒のタオルをプレゼントしアートを表現するバシガモンのアランジュメンの方プレゼントです。今日はいるのか、ジャイアンツ公式ホームページをご覧ください。東京ドームの巨人戦で団体観戦今日はいるね。お誕生日桜井今日投げるピッチャー今日は坂本いるね、うん、ベース上にいるね。あとクルーズも11番クルーズ セーフ見てみんな撮ってあげるから音大きいよ。身長レイより、ね、30センチぐらい大きい。30センチは40センチぐらい。すでにチケットの販売となっている試合を見ています。あらかじめご了承ください。東京ドームで開催されるジャイアンツ公式戦のシーズンシートの申し込み後22万件と特設会館からおよび22万件となり二次会談した1回カスタマーデスクにて受けた場合となります。でもそれは自分で言ってるだけだからね。全抽選試合を選びいただいた座席で参戦することができます。昨日超の惜しかったんだよな、ライトライナー。詳しくは22万件の特設会議が22万件となり短い段下カスタマーベースでお越しください。5月6日金曜日から8日日曜日の中央線は元々コーチじゃないよ。セーラームーンシートも販売中。振り返してくれないのかな。今年6月に振り返して女子ソフトボールで言ってみて。こちゃこちゃ言ってみて。どの上昨日は違ったけどね、うん、多分今日はそうじゃない。昨日はね片岡だったんだよね一番。お客様にジャイアンツオフィシャルファンからオフィシャルスポンサーのご紹介を申し上げます。アンダーハンバーガー、ジャイアンツのオフィシャルファンから JCB アットホームからジャイアンツのオフィシャルスポンサー、センターはもうどの上しかいないんだね。Thank you.